フアンマヌエル・ペーニャ・モンターニョは、ボリビア・サンタクルス・デラ・シエラ出身の元サッカー選手。ボリビア代表であった。ポジションはディフェンダー。アカデミア・タウ・イチアギ・レラでサッカーを学び、1995年に、スペインのレアル・バリアドリードに移籍した。バリアドリードで9シーズン過ごし、クラブの2部降格を機に、ビジャ・レアル・ CF に移籍した。 リーガ・イスパニョーラで300試合以上に出場しているが、10年目を迎えるまで得点がなかった。2004年12月19日のマラが CF 戦で唯一となる得点を挙げた。2007年、セグンダ・ディビジオンのセルタでビーゴに移籍した。2010年、アメリカ、MLS の DC ユナイテッドに移籍。百九十一年六月十六日のパラグアイ戦で十八歳にして、 ボリビア代表デビューした。80試合以上に出場しており、ボリビア歴代6位の記録を持っている。1994年のアメリカ W 杯2度のコパアメリカに出場した。2003年10月11日のホンジュラス戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。